ついにこの日がやってきました。赤からグランプリ決勝大会2019年12月31日、この1年の集大成として今日はこの日を、やりきりたいなと思います。皆さんこんにちは、株式会社コーラの鈴木と言います。今回赤からグランプリということで、今ちょうど30番、はい、決勝戦ということで、用意させていただきますけど、はい、最初十分、皆さん無理しないでくださいね。あっちのとこはね、無理しないでくださいね。レディーゴーの合図をちょっとお願いいたします。レディーゴー。さあ最初やっぱ直で行ってる、直で行ってますよこれ。今井さん直で行ってる、そんなことあります？熱くないのかな。うわー、いや動かない。直で、皆さん大丈夫の直で行ってる。すごい、今井さんすごい、直で飲んでるよ、直で鍋。熱くないの？でもね、意外と減ってないし、そんなに意外と減ってなかった。どうだ、どうだろう。あ、山野辺さん結構食べてるかも、これ意外と、これ、大きな大根が1個ありますね。大根がすごいですね。ちょっと北岡さんどうですか、この食べっぷりに。健康にはね、ちゃんとモクモクして飲み込まないように、本当に怪我だけしないようにね、暑いから、やけどもありますから、皆さん、無理しないでね、無理しないでくださいよ、本当に。さあ、宮内さんもいいですね、宮内さんもいいですよ。さあ、どうでしょう、ちょっと後ろから見てみましょう。ああ、これでも本当、同じぐらいじゃないの、本当に。変わらない。これね、多分、鍋2人前か3人前ぐらいあるんですよ。普通に量もありますよ。量が多い。量が多い。ね、この大根、赤い大根が、はい、もう鍋の色と顔は変わらなくなってますけど、大丈夫ですか、テリカさん。さあ、うわ、うわ。今井さんが意外と減ってないっていう。パフォーマンスが素晴らしいですね。意外ともやしが残ってる、今井さん。皆さんみんな見てますからね、ちょっときれいに食べましょうね、きれいに、おいしそうに。まあでもそんなところじゃないですよね。熱くないんですか、これ汁を。これルールとしては汁を一滴も残さず全部食べきったら勝手になりますんで、はい、全部食べきりますんでね。皆さん、ここの応援の方応援してあげてください。皆さん応援してください。さあ頑張れ頑張れ。さあ大丈夫か。大根が結構ね、残ってる方もいらっしゃいますんで、多いテリーさんがね。さあ、宮内さんもね、暑さが大変なのかな。でも山口さん結構減ってるような気がする、なんとなく見た感じ、ちょっと減ってる気がするな。うん、減ってる減ってる。さあテリーさん、さあ今たくさん余ってますよ、タイムを。結構減ってる気がする、ね、さん結構減ってる。これね、どうですか。確かにね。でも食べてますもんね、皆さんね。食べてますね、うん、そうですからね。はい、なかなか食べてほしいよね。さすが北岡さん、優しいとこは素晴らしい。さあどうでしょうか。これ唐辛子がそのまま入ってるから、これ食べたら相当辛いですけど、さあどうでしょう。ここもなんかどうですかって聞きたいですけど、もう聞けるレベルじゃないですよ、皆さん一生懸命なんで。さあこれでもね、今のところそこまで差を感じないでしょ、意外と、はい、意外と感じない。でもね、ヒゲさん結構遠い、結構ないなと思ったら、ただ小分けって誰でした、ヒゲさん。テリコール、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 テリコール
足引っ張っちゃった俺が足引っ張ってどうするの。あ、結構白菜の大きいのとかね、大根の大きいのとか、ちょっと大きめのものとかありますからね、これもちょっと食べるのに。あとやっぱホルモンはね、ちょっと噛み砕くの飲み込むまで時間かかります。どうしたの今、マイケルさん結構それやりましたね、ホルモンね。でもあんまり減ってないってこれ多分ね、量が多いのはありますね。さあ、どうでしょう。でも俺、ヒゲさんも小分けにしてちょっと冷ます作戦はいいと思います。なるほど、冷ます方がいいと思います。ね、熱いのもありますからね。さあ、どうですか。おー、これね、お汁を全部飲むっていうのもなかなかね。あ、どうでしょう。地獄を見てるみたいな。北岡選手から地獄を見てるようだって。すげえ。いや、でもね、結構ちょっとね、辛いもの好きなので、美味しく食べて、あれ宮内さん結構具がないかも。もうちょっとね、スープが多いですけど、どうですか宮内さん、具はないかも。あ、ケリーさんも結構具は減ってきてる。スープはちょっとありますけど、はい、さあ、ヒゲさんはあとこの根性大根、根性大根食べないといけないですね。あと根性大根、さあ、頑張ってください。あ、これは大きな5分計5分計が5分計がしました。5分計がしました。頑張ってます。皆さん、皆さん、みんな頑張ってます。5分間一言も喋らず、すごい、ただひたすら食べているということですね。何のことか分かる。さあ、まあ、だいぶ減ってきましたね。さあ、時間計ってますよ。さあ、そろそろ、さあ、おお、今井さん結構いってる。今井さん、あ、もう一旦ヒゲさんはダメを払ってました。あとはこの小分けの2つだけ。お、あ、あとはさ、山田さんもうほぼない。山田さんはスープだけ、あとスープだけ、スープです。宮本さんももう少し、もう少しスープ減らない。宮本さんもスープ減ればいきますよ。さあ、どうでしょうか。おお、今井さん結構いってる。今井さん結構いってる。あ、でもよく見たら小分けにしてる大根が2個あった。大根2個あった、結構でかいのは。あ、手で食べたいの。これ落ちちゃって、これがちょっと落ちちゃってみたい。これちょっと落ちちゃって。さあ、どうでしょう。おお、今井さん水とスープの量が同じくらい飲んでます。さあ、どうでしょう。さあ、あとは残ってるのは最後の、あ、ヒゲさん、なんと、あ、ヒゲさん、これで終わりだ。ヒゲさん、これで終わりだ。ヒゲさん、終わりだ。さあ、ちょっと待って、ヒゲさん、これで終わりだ。ヒゲさん、はい、もうすぐ、ちょっと取るのやめていいですか、これで。ヒゲさん、こっちは僕だ。さあ、こっちも離れるよ。ヒゲさん、待ってけど、あ、そうだ、今井さんも結構いってる。今井さんも、今井さんも結構、あと少し、あ、ちょっとジョニーさんは外に持ってるから。あ、終わった、終わった。さあ、この大会まだ2位、3位まで出場権出ますから、2位、3位もまだありますよ。5位、2位もセリコール、セリコール。おー、さあ、これ2位が高い。おー、今井さんでもね、まだこんだけ残ってるから大丈夫、大丈夫。まだ大根残ってるから今井さん。山田さん行く。スープ、さあ、スープ、山田さん行こう。はい、というわけでグランプリ終了したんですが、結果は見ての通り惨敗に終わりました。いやー、悔しいね。全然もう悔しいです。結果は惨敗に終わりましたが、まあこの負けを機に
さらに高みを目指して精進してまいりたいと思います。ありがとうございました。